ジかよ、砂漠だなんて聞いてねえぞ。ずっと先まで続いてるみたい。あの子どんな夢を元にしたのよ。こんなとこ絶対誰も来ないよ。もう帰らない？いや、引き受けてしまった以上ここで引き返すわけにもいくまい。みんな進むぞ。興味を持ってしまった自分を呪いたくなってきました。もうお昼？時間ってあっという間に過ぎちゃうな。ザクッと。足に小さなポケットつけておけば歩くだけでそれなりに寝られそうよね。てやっ、素材が手に入りました。みっけ。うん、武器や道具を作ったり直したりするからどこに行っても宝石は需要あるんだよね。急に大きい音が来るとびっくりするよね。があると錬金術で作れるものの幅が一気に増えるんだよね。寂しい場所ですね。ここはどんな夢が元になってるのでしょう。敵だ、気をつけろ。え？グロール？そんな、作られたばかりの大地なのにもうグロールがいるなんて。これ以上誰の夢も食わせねえ。覚悟しやがれ。よし、みんな行くよ。準備。オーラの弱点が分かりました。任せてくれますか。ラミゼル、あなたに合わせます。そう、覚悟しなさい。これなら。どうやらあそこが弱点みてえだな。おい、俺にやらせてくれ。ソフィー、後に続くぞ。これを使おう。くらえ。魔力を付与します。これならば。この剣に風の力を。風をまといて悪を断つ。リーボルトさん、決めましょう。共に行くぞ。有効一戦。はあ。この調子で行こう。まだまだ強くなるよ。力がみなぎってきた。少し強
強くなれた気がします。終わったな。よし、さっさと進もうぜ。そうですね、先を急ぎましょう。みんなストップ。どうしたの？まさかまたグロール？そうじゃなくて、これって。ここ、透明の壁があるわ。え？砂漠はまだ続いてるのに。ええ、けどこれじゃ進めないわ。どうやらここが世界の端みたいね。できたばかりの大地だからこういうこともあるのでしょうか。じゃあこのことも報告した方がいいかもね。透明の壁があって進めませんでしたって。そうね。でも以前別の大地を調査した時はこんなものなかった。なのにどうしてここにはあるのかしら。この先に一体何が。なんであれ、我々にできるのはここまでだ。一度ロイテールに戻ろう。こんな砂漠のど真ん中で立ち往生はしていられない。だよね、早く帰ってお風呂入ろう。みんなすっごい喜んでたな。思いつきの方法だったけど成功してよかった。みんなちゃんと夢を思い出してくれたし、私もちょっとは神様として成長を。うっ、何これ。嘘、ちゃんと抑えたはずなのに。やだ、ダメ、違う、食べたくなんかない。私はみんなの夢、食べたくなんか。助けて。よし、これなら。寂しい場所ですね。ここはどんな夢が元になってるのでしょう。みんな戦闘準備。オーラの弱点が分かりました。任せて、私なら弱点をつけそうです。援護させてください。あった、発見。これでいいんだよね。いい鉱石だ。今度火事で使ってみるか。石って
マジで石じゃねえか。持って帰るの大変なんだぞ。ったく。の素材は手に入れるのが難しいので貴重品と言えるでしょう。えい、うん、これでいいのか。さあ、とっておきないな。あんまし高く売れないんだよね。これをここにっと。私が行こうか。さあ、とっておき。一瞬で晴れにできるって便利だな。元の世界でもできればいいのに。ふう、眠くなってきたな。一眠りするか。ねえねえ、どこ行く、どこ行く。ピリカさん、そんなに慌てて。大変だよ。急いで夢の大地まで来てほしいんだ。どうやらただごとじゃないみたいね。分かったわ、すぐに行きましょう。へへ、どこに行くんだ。さあ出かけるわよ。チョチョさん、ソフィーさんたちを連れてきたよ。一体何が。
かりません。気づいたら胎児が元の枯れた状態に戻っていたのです。ねえ、確か胎児ってエルビーラ様の心とつながってるんだよね。だとしたらこれってエルに何かあったに違いないわ。それにあの子がいる空間への入り口も消えてる。ソフィー、アトリエへ戻りましょう。うん、次元妖怪剤を作るんだね。すぐに作ってエルビーラのところに行こう。何度見ても圧倒される大きさですね。どこに向かう？護衛は任せてくれ。さ、どこに行くの？よし、子供の頃は木登りだ。どこに向かう？よーし、はい。増えたみたい。新しいレシピ出来上がり。どれにしようかな。クラフト交代。はい、引き受けます。ソフィー、頼みましたよ。何を作っちゃおう。材料を選びましょう。さあ、調合開始です。興味深い。特性を選びましょう。これでいいですか。最後まで気を抜かずに完成です。どの道具にしましょうか。ねえねえ、どこ行く、どこ行く。うん、見事なものだ。樹齢で言うとどれくらいなのだろうか。どこに行こうかな。頑張ろう。何度見てもねえねえ、どこ行く、どこ行く。よーし、どれにしようかな。触媒はどれにしよう。よし、始めよう。すごいのできちゃうかも。いいこと起こりそうな予感。なるほどね。特性はどれにする。こんな感じ。一気に仕上げるわ。これで完成。何を作っちゃおう。どこに向かう。護衛は任せてくれ。この木って元の世界にもあったんだな。いずれ帰ったら探してみるか。と
これでいいか。よし、飛び込むぞ。うわっ、なんだこりゃ。いつもの場所じゃない。ラミゼルさん、ここって一体。わからない、私も初めて来る場所よ。まさか次元用介在を作るのに失敗してたんじゃ。それはありえません。ソフィーの次元用介在は確かに完璧でした。だとするとエルヴィーラが入り口からつながる場所を別のところへ変えたと考えるのが自然です。エル、一体どうして。ラミゼルさん、悩むのは後にしよう。そうだよ、今は少しでも早くエルヴィーラのところに行ってあげなくちゃ。うむ、二人の言う通りだ。道が続く限りとにかく進んでみよう。そうね、みんな行くわよ。オリアスも最初手伝いなさいよ。前に教えたから覚えてるでしょ。取り憑かれた魔物と同じものです。そんな、まさかエルヴィーラがクロールに。私が。エル、ダメ、しっかりしなさい。来ないで。エル、お前らがそう言うならいいぜ。けどよ、絶対後で助けてくれよな。未熟かもしれんが、清い信念を持つ素晴らしい神だ。彼女を救うため私も剣を振ろう。あなたに向かって武器を構えることになるなんて、こ
これを最後にするためにもやりましょう。みんなあっちへ行って、私に近づくな。ごめん、少しだけ我慢して。私に近づかないで。止まらない。守ってみせる。止められない、逃げて。私なら弱点をつけそうです。援護させてください。守ってみせる。これで続くわ。遅い。弱点をつくチャンスかも。一緒に行動しない？外されよう。遅い。それ。あそこが弱点ね。援護するわ。ソフィーさん、後ろを任せて。本気で行くよ。これでおしまい。中身は秘密だよ。Yeah!
は禁物だ。オリアスさん、後ろは任せてください。守ってみせる。連携攻撃でいくわよ。君に合わせる。スネ、攻撃の手を止めないで。落ちした。動きを止める。やっちゃって。これなら行くぞ。ルーンブレイカー。動きたくないのに。どうやらあそこが弱点みてえだな。おい、俺にやらせてくれ。ラミゼル、あなたに合わせます。ラミゼル、息を合わせろ。受け取りなさい。イカズチよ、敵を貫け。見事だ、ラミゼル。そっちもね、ディーボルト。まだまだ成長するわよ。